聞くほぼ日。水野圭也です。子育て本を100冊読んだのに正解が分からなくて泣いてます。衝撃を受けた出会いって僕の中に2回あって、はい、教員になってからですよ、はい、で一つは30ちょいの時に、うん、多分僕のクラスに初めて不登校の子が出て、うんうんうん、で僕の知識と技術では何にもならなかったんです、うんうんうん、どうにもならなかったんですね、うんうん、でもっとやっぱりちゃんと学ばなきゃと思ってその心理学っていうか、うん、教育相談とかカウンセリングの手法を学んだんですよ。でその時に僕よりちょっと上の東大の准教授で森俊夫さんという人がいて、うん、でその森俊夫さんという人が僕に語ったんです。問題が作られる、うんうんうん、で僕のその人の授業というかまあ研修受けた時にもうやたらかい時その問題が作られるってこのセリフが、うん、だ僕の人生そのもの、うん、まあ教員人生でもいいんですけど、ああ言葉ってそういうことかって、うんうんうん、使った言葉で問題が起きるんだっていう、うん、もう些細な言葉も、うん、君は優しいねって言ったこのセリフ、うん、優しいねって言ったセリフがこの子にとってどんな意味を持つのかって考えるようになったですね、うん、君はよく何事にも頑張るねなんて言っちゃったら、うん、この子は何事にも頑張るっていいことだってきっと思うから、うん、じゃあ何事にも頑張らなきゃいけないってきっと思うだろうってみたいなことが想像するわけですよ。で君は誠実だねって言ったら誠実に生きなきゃいけないってことの足かせをはめることになるかもしれないっていう、だから雑談してるわけですよ。子どもたちと雑談してる中で使う言葉も本当に吟味をするようになりましたね、うん、それが森俊夫さんなんですけどね、うんうん、もう一人が岡本かおるさんっていう人なんですけど、はい、岡本かおるさんは、僕が40ちょいでもう管理職になろうと決めて初めて教育委員会に入った時、はい、東京都教育委員会に入った時のそのありきたりの研修に文部科学省の当時課長だった岡本かおさんがやってきて、うん、後で聞いたらものすごい変わり者なんですけど、うん、でこの方が僕に語ったんですよね、目的と手段っていう言葉を、うんうん、で僕の中には頭の中にはあったけどこれを概念化する言葉がなかったんですね。目的と手段って、うん、目的が分からずやってることが多すぎる、うん、目的を実現するための手段でしょって、それが学校なんじゃんって、うん、でもっと言ったら幸せになるために学校があるんだから学校は手段に過ぎないから、うん、こう学校に通うことが目的じゃないよなってみたいなことも、うんうんうん、この目的と手段っていうことを一つのセリフによって全部考えられるわけじゃないですか、うんうん、でそれは自分がいつも頭の中に描いて生きてき、教員生活を送ってきてこのことがずっと頭の中にあった。でも目的と手段っていう言葉があって、あこの言語はすごい言葉だなと思って、うん、つまりこのことを実現するためにこれがあるっていうことであれば、このことはそもそも何のため、うん、何のためっていけば、うん、一番上までたどり着いたら全員が OK っていうものが見つかるだろうと、うん、全員が OK ってものがさえ見つかったらみんなで握手できるじゃんって、うん、握手できたらその手段を考えていけばいいだけだから、うんうんうん、きっと日本中の学校教育は変えられるってその瞬間に思ったんですね、うんうんうん、でやっとその人のその目的と手段ってことは聞いた途端に、うん、やっと難解なパズルが解けた。なるほど。ああこれで僕はこれを言語化して日本中に広めるのが僕の仕事だ。なるほど。って確実に思った瞬間ですね、うんうんうん、いやでも今聞いて、まあ、目的と手段という言葉はすごいシンプルですけど、今話を聞いてて、あ幸せになるためになんなら学校行かなくていい、そうですよね、極論子どもたちが幸せになるために親は何をやるのか、それって全部をやんなくてもいいかもしれないし、でもここは絶対抑えなきゃいけないしみたいな、なんか その目的って言葉で知っててもなかなかその境地にちょっと至れないですよね、うん、今聞いてそうだよな。だからでもどうしたら子供が幸せになるかっていうのはもう一回ちょっと考えていかなきゃいけないし、どんどんこう変わっていくものでもあると思うんで、そこは本当ずっと付き合っていく問いだなとは思いましたけど、確かにな。でもそれ余計なこと言わないってもそうじゃないですか、うん、あとやっぱ手離さなきゃいけないので、うんうん、最後そうですよね、はい、うん、子育てってやっぱどう手離すかじゃないですか、うん、どう手かけるかじゃなくて、うん、どう手離すかで
別の人間だっていう自覚をどうするかっていう、うん、で、まあ、これはもう僕のまあ感傷的なあの話かもしれないけど、はい、息子たちのこう重荷になりたくないっていうか、うんうんうん、いや別の人間だから、うん、これは多分僕の妻もそうなんですけど、さらっと生きたいっていう、うん、そんななんか情緒的に何かやってほしいって全く思ってないんですけど、うんうんうん、そういうのは僕が全然コントロールできないことで、うんうんうん、やっぱり勝手に生きてるわけで、うん、勝手な社会でずっと生きた中でこの子たちができてるので、うん、まあこれはこういうもんだって思うしかないよねっていうか、うんうんうん、なんかそんな風になっていくと思うんですね、うん、で、だいたい男の子はあの父親と離れるの結構早いっていう風に自分の中で思ってて、はいはいはい、自分がそうだったからですね、はい、自分が父親と話をしなくなったのはもう中学過ぎたらもう話をしなくなって、はい、僕もほぼ、はい、まあ、僕ほぼ会話がない関係性だったんで、はいはい、いやそう考えるとその難しいんですよね、その父親から何を学んだかとなると、本当にこのさっき言った僕中学高校の英語の教師なんですよ、あの教師をやってたんですよ、その学校の愛知県の一番進学校の教師をやってて、うん、でも家での顔を知ってるんで、うん、僕は実はだから先生を今まで尊敬したことはないんですよね。常にこういや違うよなとかいう常に疑ってるみたいな。いや多分うちもそうですよ、うん、そう。でもそれが今良かったなと思ってもいちゃうんで、はいはい、今度親になった時にでもこの子たちにそれをできないんですよ。うちの父親が僕にしたことを僕は絶対できないんですよね、うん、だからすごいそこはジレンマなんですよね、うんうん、でもまあ、 あの父親として、うん、素敵に生きてればいいんじゃないですか。多分十分かっこいいって伝わるとね、皆さん思います。まあ、でもそうなってきたからもう本当にこの最後自分がもう本当に自分が愛とは何かで決めていくしかなくて、うん、でこの人たちも他者だから好きに言ってくれるしかないという、うん、という感じですね。でもその愛って考えた時にいやだってこのね、工藤さんすごい僕を揺さぶる本を書かれた人と会って喋るということも一個の経験だし、でもここで得たことがここにどうなるか、もしくはプラスなのかマイナスなのかも極論よくわからない状況のままこう転がっていくみたいなイメージなんですよね。いや子育てはね、手離れない、うん、あのもう本当にあの離れるようにならないとわかんないですよ。なるほど、うん、うまくいったのかうまくいってないのかわかんないけど、うん、ただ結果としてああ自分で生きてるなって思うと、うん、ああよかったなっていう、なるほど、うん、なんかいつも世の中に文句言っててね、例えば、うんうん、全く違って文句ばっか言ってて、はい、不幸せなことばっか言ってて、うん、で頼ってきてってみたいな子供にならなくてよかったなっていうか、なるほど、うん、あの困ったら助けてくれって言ってよって、うんうんうん、いつでも言ってよって、まああの言える関係でよかったなっていうね。なるほど、うん、あんまり助けを求めてこないので、で悩んだ時も悩んだ時も随分あったんだろうになって思うけど、うんうんうん、まあ、自分が父親と同じだったように息子たちも半分は相談したらかっこ悪いと思ってるのかなとか、なるほど、なんかよく分かんないですけどね、どんなのか分かんないけど、うん、でも僕じゃなくても相談できる人間がいればいいかとか、うん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 、ちゃんとまあ家族持って生きてるので、うん、まあ、そのぐらいになって初めてああよかったなって。なるほど、うん、この生きる力をつけるためにできること最初にやっぱり家族が幸せであることが大事だと。そうでもそれも僕も本当にそう思いつつ、そう、うち僕の自分のじゃあ家族親はどうだったかなっていう結構僕やっぱ喧嘩してたんで、なんていうんでしょうね、それすら実は手段だとしたらですよ、うん、家族が仲いいことですら疑う必要もあるんじゃないかとかも思っちゃったりするんですよ。なんでか極論家族が喧嘩してでもその子が自立して楽しくやってればもうそれでいいじゃないかとも思ったりするんですけど、うんうん、僕もそう思う時もある、うんうん、まあじゃあもう、はい、まあ、今が結構距離感がそんなにあっていい距離感で生活してるので、あ、まあ良かったかって、それは僕の力じゃなくて、うん、この子がたまたま生きてきた社会の中でこの子がそうなったんだろうって思うけど、うん、自分の力で子供育たないから、はい、最終的には、うん、あのよく僕親にも言うんですよ、うん、悩んで自分の子供がうまくいってない親の相談よく乗りますよね、うん、その時に
なんでこうなったんだろうって思うじゃないですか、うん、で自分に関係自分の影響があったんじゃないかって自分を責めるわけですよ、うん、で責めてる時に僕が言うのはいやいやってこうねどうしてもそうなりがちだけど、うん、違う人生だから、うん、自分が違う親だったらもっと子供が良くなったかって言えばその部分はないわけじゃないですよもちろん、うん、でもその全てを背負うことないし、うん、むしろ背負ってしまうとこのことが子供に伝わるので、うん、伝わると子供をもっと責めますよ、うんうん、むしろいやこんな親でも申し訳ないけど変わらねえよって、うんうんうん、俺変わらないから残念だなってぐらいでいいんじゃないのって、うんうん、よほど悪い親じゃない限り、うん、そのぐらいでいいだろうっていう、うん、あのやっぱ親って良かると思ってやることがどん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 悪循環でもう脳に癖がついちゃうっていうかね、はいはい、習慣になっちゃうので良くない言葉って出やすくなったら、うん、ずっと親子関係悪くなるじゃないですか、はい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 、で例えばもう生活もでったらめになった子供の親がよく陥る母親がよく陥ることがあるんですけど、はい、もう何もかもうまくいかなくてもう学校も行かなくなって昼夜逆転して、うんうん、夜中中ずっと YouTube か、はいはいはい、もうねやることないから、うん、TikTok とか、うん、そういうものをずっと見続ける子供っているわけですよ、はいはいはい、もうイライラしてるから、うんうんうん、暇な時間はたくさんあるけど、うん自分のイライラを解消するためには、うん、そのイライラを忘れさせてくれるものを見てた方がいいから、はいはいはい、でそうなっちゃう子、うん、よくいるんですね。でさすがにこの子も劣等感でいっぱいなわけですね、うん、ダメだって問題を盛んに大人に作られて、うん、自分はダメな人間だって思ってるから、うん、ますます落ち込んでいくわけですよ、うん、で親は親で自分の育て方が悪かったかなって悩んで悩んでもそれなりにこの子のために何かしなきゃと思って、うん、言うとまたぶつかってとか、はい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 、悪循環になってると、うんまあ、とことんあの悪くなってくるとさすがにちゃんと見てもらわなきゃいけないかなと思ってカウンセラーのところに行ったりとか、うん、また病院に連れてって心療内科連れてったり、うん、子供は嫌がるんだけどそれでも頑張って無理やり連れてったりってする親なんかもいるわけですね、うんはい、で言われるとまず生活のリズム直しましょうよとか、うん、まず昼夜逆転直すことから始めましょう、うん、でやっぱ日光に当たんなきゃダメですよとかなんかいろいろ言われるわけですよ、うんうんうん、そうすると母親は必死になってそうかってまずリズムを作って元気にすることから始めなきゃって思うと夜になってくると子供が全然寝ないので、うん、イライラするわけですよ、うん、で子供の部屋行ってまだ起きてんのってまた注意するんですね、うん、でまたぶつかるわけですよ、はいはいはい、でぶつかっとまたイライラしてくるわけですよね、はいはいはい、でじゃあ朝起こしに行くからねとかって言って朝起こしに行くんですよ、うん、ちょっとまたやっと寝たのが朝の4時ぐらいだっていうので、うん、頑張っても8時には起こさなきゃってみたいに、うん、今度8時に起こすことが目的になるから、うん、また起こしに行って喧嘩になるわけですね、はいはいはい、でぐっちゃぐちゃになるんですよ、はいはいはい、でその状態でどうしたらいいでしょうかって、うん、例えば僕に来たら、うん、大丈夫よって、うんね、お医者さんが昼夜逆転直しましょうよって言ったって昼夜逆転ぐらいで死なないから大丈夫ですよ、うんうんうん、で昼夜逆転を何とかしようと思って起こしに行って関係悪くなるんでしょ、うんうんうん、お互い不幸じゃんって、うんね、いいじゃん夜起きてても、うん、まずこのくだらないことで関係悪くするのやめたらどうですか、うんうんうん、なるほど。だって幸せでいい方がいいんでしょ、うんうんうん、で、まあ、脳の癖なんかも話をすると、うん、脳ってこうストレス状態になってピークまで行くと、うん、そうすると自分が冷静に物事考えられないし、はい、思考はできない良くない行動は止められない、うん、つまり悪い言葉も出ちゃう、はい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 、感情もコントロールできないって、うん、もうろくなことは何もないから、うん、そんな状態を作るためにそのわずかな昼夜逆転を直してリズムを直すっていうことの目的のために関係悪くしてるんでしょ、うん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 、いやもっとゆっくり考えて、うん、学校行かない子供だって大したことじゃないから、うん、もっと言ったら家族で楽しい話をするっていうことだけ、うん、せめてそれだけ目的にしてみたら、うんうんうん、なるほど。でその時間がたくさん作れないんだったら、うん、たくさん作らなくてもいいけど瞬間瞬間を作っていって、うん、イライラする時間をまず減らしていったらどうですか、うん、というとでその技術も教えるんですね、うんうんうん、こういうことができますってこうやるあの方法があるんですけど、うんうん、そうすると1週間もしないで良くなるわけですよ。なるほど。あのお互いにぶつかって感情がおかしくなるっていう経験が、うんうん、あの1日の24時間の中で減ってくる、うんうん、で楽しくなってくるとやっぱり子供って元気になって大人よりもその効果ってはっきりするわけですね、はい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 、でそうなってくるとつまり本当の目的って何ですかって今良かると思ってガンガン子供に言って関係が崩れてでも自分の子供だから子供は絶対何とか信じてこうやれば子供は分かってくる時が来るって思ってますかって、うんうんうん、ならないですよ、うん、
あの子供はねって親が思ってるほど親のことを子供は思ってないですよって、うんうんうん、だって与えられた人間は与えられることに慣れてんだから、うん、あの与えられた人間は人を愛せないからねって、うん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 、つまりやっぱり人に与えた人間しか人は愛せないから、まず楽しい時間を作りましょうってみたいにやるわけですよ、うん、だこれも目的と手段だけど、はいはい、そうですね、うん、いやそうですよね本当に。いやそこをだからなんて言うんでしょうね、当事者に入っていくと忘れちゃうんですよね。いや、うん、僕の朝僕がまず娘を起こしてご飯食べさせて送り出すんですけど、なんかこのやっぱり寝起きが悪くてイライラしてきてバーンってこうじゃあ行ってらっしゃいみたいな、でもそれなんか行かなきゃいけない時間回ってるともう行ってらっしゃいじゃないよみたいなことで、おーみたいなこっちは朝からだいたい俺夜型の人間なのに7時起きてるんだぞみたいなでわーってなっちゃうんですけど、そうそうやって手段と目的が混合していきながら、うん、朝8時に生かすことが目的全てじゃないですから、うん、その、うんうん、常にそこに立ち返るというか、なかなかそれも自己決定させてあげればいいですよね、うん、なるほど。あの自己決定っていうのは朝の寝起きが悪いんだから寝起きが悪くない、うん、元気な時に、うん、明日もあのお父さんはね君を起こしに行くことにあの、うん、多分、まあ、執着すると、うん、起こしに行くことになると思うんだけど、そうすると君の姿はね、うん、きっと頭にきて起こるって、うん、これお父さんは嫌なんだけど、うん、君はやっぱりそれでもお父さんに起こしてほしいって聞けばいいじゃないですか、うん、質問形で、なるほど。で起こしてほしいって言うんだったら、この辛さをあの我慢して僕は起こしに行くけど、うん、どうだいって、うん、でもあの時に嫌な言葉を言われたらお父さん傷つくんだよねってみたいなことを言った上で自己決定させて、うん、それでも起こしに来てって言われたら、じゃあ明日行くよって言えば、うんうん、この子の自己決定で起こしに行くだけだから、なるほど。そのことがどんなトラブルになろうともこの子に決定したことだっていうふうに、うん、はいはいはい、思ってるから、多分幸せ度は全然違うと思う。なるほど、そうですね、はい、確かに。僕よく教員に言うんですよ、うん、教員のねおせっかいであったかい教員なんですよ、うん、あったかい教員ほどなんか最近遅刻気味だから、うん、勉強教えてあげるからってみたいな教員がいるんですよ、うんうん、でそれっておせっかいだからって、うん、それいい教員だと思ってるかもしれないけど、うん、ますますダメになるよってこの子、うん、で何やってんのもっと早く行きなさいよとかって怒るわけですよこの教員、うん、で今の話をしたんですよ、うん、怒りたかったら怒ってあげることはできるけど、私が怒ってあなたにとって良くないことが起こるんだったらこれやめるんだけどどうするって聞いてごらんって、うんうんうん、聞いてやってくれって言ったら好きなだけ送ればって言ったんですね、うんうんうん、で今のままだったら君はもう散々手をかけて嫌われるよって、うん、おせっかいな人間でますますこの子は依存型の人間になっちゃうから自己決定させろよって、うん、で教員に言ったら変わりました教員、うん、やっとなんか自分の行動を振り返っておせっかいで一生懸命やることがいい教員だっていう価値観をやっぱ壊してくれました。だってますますダメダメ子供にしていくわけだから、うんうんうん、手かけてくれるんでしょうって、あの先生は手かけてくれるからいい先生だけど、うんうん、手かけてくれない先生は悪い先生って、うん、あの子の中に価値観はできるし世の中を否定的に見るよって、うん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 、いや自分の力で変えていくってことを教えなきゃいけないんだから、うん、君が頼んだらやるけどって、でも君が嫌だって言うんだったらやらない、でもいつでも君の手伝いするよって言ってあげればいいじゃんって。それぐらい今の世の中ってもうみんながね子供に手かけてるんだと思うんですね。うん、なるほど、はい、なんか今聞いてて、いやそれ僕おそらくまた試していくんですけど、また試すっていうか、あ、試すね、いやもちろん試すんですけど、ただもっと腹立つようなことも言ってくるだろうなっていうのはなんか思わぬすごいパンチを持ってるんですよね、やっぱ子供。なんかちょっと喧嘩してて、でちょっとその日シッターさんが来てくれる時にちょっと僕は喧嘩のモードから変えたら、あれなんで喧嘩してたのにモードを変えたね今みたいなこれうわ一番急所バーンって大人のもうレバーに突き刺さるようなもうその時はこれ以上喋るとマジで言い合いになるからちょっと場を外そうみたいないやーなかなか正解のない中で、でもそう正解がないのと正解を求める気持ちっていうのがもうなんか両方両輪としてこう走ってる感じではありますよね、うん、まあでも最終的にはやっぱり自分が自分で決められる子になってもらいたいんだから、はい、うん、そうですね、もうそこだけはでも負けなければいいんじゃないですか、うんうん、ああその時代思い出しました息子、うん、やっぱりお父さんこう
思うんだよねって言ったら、うん、それを頭の中にいてそうしようと思う息子がいるじゃないですか、うん、そうするとその言葉を言わない方がいいなとか、うん、でももうちょっと年取ってくるともうちょっと子供が成長してくると言ったらお父さんが言った方を選ばないなって息子が今度見えてくる時代がありますよね。だからますます言いづらくなるけど、はいはいはい、でも言っとかないとここを悩むための軸は与えられないしなとか、うんうん、っていうことがあって、うん、それはまあ悩みながらだけどやっぱり最終的には言っとこうかって選んだこともあるし、うん、でとうとう言わなかったこともあるし、うん、まあ正解は分かんないですね。今回はここまで。次回もお楽しみに。わかんないですけど、なんか娘の聞くほぼ日。